はい。こんにちは。こんにちは。自分 TV メガネの前の TV 第29回の配信、ただいまからさせていただきます。今日はですね、ちょっとゲストを呼ぶ予定だったんですけど、ちょっと呼ぶことができなくて、いいじゃないですか。まあね、この特別ゲストということで、まあ、水越さんに出てもらってね、いい、まあちょっと今清水もちょっとね、はい、忙しくしてるんで、また暇になったらまた後ほど ね、もらおうと思いますが、スタッフの、はい、大人気の清水さんも来ますんで、とりあえずこの色男2人でお届けしたいと。自分で言うのも恥ずかしいよね。恥ずかしいよね。まあじゃあ最初にね、はい、恒例のうちの、メガネの前田のご紹介だけちょっとさせていただきたいと思います。はい。JR 中央線武蔵小金駅南口徒歩1分弱、伊東洋華堂武蔵小金店3階のメガネの前田小金店より、配信させていただきます。地元密着型の、半分飲酒半分飽きないのメガネ、コンタクトレンズ、補聴器の専門店でございます。創業して、60年弱、まあ、小金でずっと商売させていただいております。ということで、はい、はい、ね、若干向こう行ってくれる。あ、そう、ちょっと、そのぐらいさ、はい、はい、いいです、はい、ということで、あの老舗のメガネの前田伊藤洋華堂さんがちょっとね、ゲストいないのは寂しいんですけどね。いやいやいや、今日はね、ということでね、はい、かなり内容的には、あの皆さんのお役立ち情報、ね、そうですね、メガネに関する、ね、ことをね、お届けしたいなと思うんですけども、はい、まあ、最初に、あれですよ、まあ、メガネの前田さんといえば最近こちらでもお伝えしている通りエフェクターがね、はいはいはい、まあ、大人気ということなんですが、はい、皆さん今日は新商品、ね、新商品がね、入りました。お届けしても、はい、他のところに先駆けてメガネの前田 TV エフェクターのね、ホームページでもね、まだなんか予約開始みたいな書き方してるんですよ。え、そうなの。うちはね、おととい入ってきたんだけど、まあ、4方のうちまだ2方しか入ってきてないんですけど、まあ、このね、この2本が実は今回入ってきました、はい、ね、新商品の、新商品のね、リンとリーと言います。リンとブルースリーじゃないけど、リンとリー。これね、結構ね、小ぶりなの。そう、ね、どっちかっていうとレディース向きかもしれない。でもね、色がすごい、そう、すごい綺麗綺麗、これとこれで、まあ、エフェクターはね、毎回言ってるんですけど、サバエのメガネ職人さんが1本ずつ手作りなんですけど、サバエも多分3社ぐらいしかないんだけど、今回千葉県のですね、岡村眼鏡さんというところにお願いして作っていただいたという今回の新商品で、特徴は、特徴はね、ちょっと見て、そっちの方この分かりやすいかな。メガネっていうのはですね、だいたいね、ちょっと見てください、はい、ここに内側に芯って、金属の芯が入ってるんですけど、今回のこの新商品に関しては芯が入ってないんですよ。透明なんです。で、まあ、ある程度強度をこれで保ってると。ですから芯がないからものすごく綺麗、特にこのセルロイド のカラーが非常に綺麗です、ね、そう。で、さらに言うと今回は割と曲面をね、表面をこう、なんて言うんだろう、丸みを帯びたものにするんだけど、これは今回特別に一応そのままそんなにあれしてないんですよ。ちょっと鋭角的な感じ、削り出しっていうのかな、はいはい、で、まあ、すごくでもね、やっぱり作りがいい、作りがいいね、作りがものすごくいいです。これどちらかというとやっぱ女性向きなの、このね、大きさからするとちょっと私、ちょっと水越さんは、ちょっとやっぱり小さい、ちっちゃいかな。いや、私からかけてもちょっとちっちゃくない。小さい小さい小さい、小さいね。だからどっちか、顔でかいから、そんなことない。どっちかというとレディース向きかなと思いますね。まあ、色味もね、こんなのがすごくて、男性向きの大きいのも出てくる。あ、ちょっといつ入ってくるか分かんないけど、とりあえず4方できてて、2方は大きいんで、この2方は小さめなんですよ。近いさん、ありがとう。別光メガネって言ってますね。あ、別光、セルロイドのね、のメガネなんですけど、透明でしょ、すごく透明で綺麗、色使いがすごく綺麗、いいと思う。
女性向き、ね、そう完璧にこれは、まあ、女性向きだね、どちらかというとね、うんまあ、これが新型で新型で出ました。でさらにですね、うん、ちょっと前回もご紹介したんだけど優作がね優作2、優作3まで出たんですけど、で優作この間ちょっと売れちゃったのね、うちの優作すぐ売れますから優作ね、今ちょっと取り寄せたいんですけど今在庫はない、在庫はない、そのぐらい人気、そうでとりあえず優作グラサン、これ優作2、優作よりも一回り大きめでどっちかっていうとサングラス向きかなと、ね、これあれかな、村井さんが買ってくれたやつ、村井さんが買ってくれたのは優作じゃなかった、あ優作か、優作だいたい優作が多いんだよ、ね、優作2ちょっと、ね、うん、ちょっと大きめだからどっちかっていうとこれサングラス、うん、サングラスやっぱりどっちかっていうと、ね、で、で優作3が、出たばっかりのメタル3でございます、これがそのね、あのまあ私たちは知ってますけどテレビのね人気テレビ、あの探偵物語の違ったっけ、そうそうそう、あ、このあれ探偵物語違うわ、あ、あれはあれじゃない、あれ探偵物語の工藤俊作、いや、いいんですよ、今の音楽で、そう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 、そうだっけ、あ、それ傷だらけの天使、そうだよ、傷だらけの天使か、探偵物語のこの工藤俊作役でかけてた丸切り師匠、かっこいいよね、でもね、ちょっとね、やっぱり癖がある、まあ確かにね、だから丸いメガネが好きな人にはすごくいいと思うけど、うんうん、ちょっと怪しい感じ、まあ、うん、なあ、どっちかというと香港マフィアみたいなね、ちょっとね、ちょっとそんな感じかなみたいな、そうそう、でもこれはでもまだ出てないの、出てない、ここ入ってからまだ出てない、あ、うん、ちょっとやっぱり癖があるからね、癖があるからね、うん、うん、まあ、丸いメガネ好きな人、うん、かっこいいよね、かっこいいんだよね、かっこいい人がかけるとかっこいいんだよね、結局、ね、そういうことなんだよね、まだありますよ在庫、ね、ありますよ、はい、で、亀さんこんにちは、ね、あ、第29回ありがとうございます、前田社長、水越社長こんにちは、いつもありがとうございます、本当ありがとうございます、いつもありがとうございます、ね、2人の掛け合いが面白いってね、甲斐さんね、もう何しろあの地元でずっとね同じ誕生日全く一緒ですから、全く一緒ですからね、まあ、気が合いますよ本当ね、ただラーメンはね、うん、もう前田さんほど好きじゃありませんけど、ね、いやいやいや、前田社長最近どうラーメンは、ラーメンはね、やっぱり1日1杯目標に大体、まあ大体クリアしてるけどね、はい、そうね、うん、この間もなんかそのラーメンブロガーの集まりがなんか、あ、それはだから1月新年会ね、新年会、うん、新年会ありました、大変でした、仲間入りでしょ、だってまあでも私の場合まだブロガーっていうよりもラーメンフリークみたいな感じかな、うん、でもあの有名なラーメンブロガーさんもいっぱい来て、まあこの間第2回だった、第1回の時はラーメン官僚も来たからね、ラーメン官僚、ラーメン好き、いや、ラーメン好きな官僚、ど官僚って厚労省だったかな、あ、そうなの、そう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 、へぇ、そういう方も来たんだ、うん、もうその人はもうテレビよく出てた、これそれ全然関係ない、これ新宿の、うん、新宿御苑駅のそばのサンモールスタジオっていうところで、はいはいはい、宮本さんっていうダンサー宮本さんの舞台を見に行ったんですよ、帰りに、うん、あの田村さんと一緒に、うん、なんか飯食って帰ろうかと思って、うん、あ、これラーメン食いたいよねって言ったら、うん、あ、前田さんに聞けばすぐ分かるよねとか言ってたんだけど、教えてあげたのにすぐあ、そう、御苑前だったらいっぱいあるよ、嘘、マジでマジでいっぱいある、田村さんやっぱり聞けばよかったね、ま、マジで、あ、そう、うん、あ、こういう話してんのかな、その宮本さんを見た時になんかあれだよね、ちょっと変な話しないで、女優さんとなんかツーショットしてたよねあの人は誰なの、なんかね、その時ね舞台で、うん、あの女優さんは出てたんだよね、こう紐で縛られて、うん、なんで知ってんの、ちょっと俺あの人知ってるもんそう、マジで有名なの、その筋では有名だよ、いや俺そういう風に聞いたの、有名だよ、俺知らなかったら全然、うんうん、紐でしょ、縛りでしょ、それもあるし、うん、あっち系ってこと、うん、そうだね、あ、そうなの、でもああいう劇なんかもよく出てるみたいな、いや僕全然知らなくて、うん、初めて会ってそしたら教えてくれたの、え、じゃあ写真撮っとこうかなと思って、え、なんで知ってる、俺が撮りたかった、俺好きだもんあの人、そう、まあそういう話はもう言っといて見てる人分かんないからごめんなさいね何がもしあのラーメンのことで知りたい ね、うん、あのここのラーメンどっか美味しいラーメンありますか、まあでも首都圏だよね、主に地方もまあ、うん、ある程度知ってるの、うん、知ってる店もあるし、だから甲斐さんとこれ東京来たらさ、どっか美味しいラーメン屋さん、あ、もうぜひ ね言ってくれれば、駅の名前を言っていただければ、ね、メッセージ聞いてあげてくださいね、ぜひぜひ、はい、まあそれを言っといてと、うん、で、そう、それでね、まあここメガネの前田 TV 始めさ、うん、ね、うん、もう何回、今日で29回もうね、
29回ですよ。月2回だからね。月2回。14回ぐらい。でね、YouTube も毎日アップしてます。ほぼね。そうですね。700、今、60本ぐらい。760本。1年と3ヶ月。ね、アップして、最近もね、問い合わせが非常に多くなってます。そうなんですよ。YouTube 見て。その辺のお話をちょっとさせていただいて、うん、いいですかね。まあね、1月の終わりぐらいからね、まあ、ほとんどエフェクターに関する問い合わせが多いんですけど、この間ラフォンのね、お問い合わせもあって、で、かなりやっぱりこう最近はこう商売にも結びついてきたかなみたいな。で、一番びっくりしたのは、私、マッドガンズっていうのね、エフェクターね。エフェクターのね、はい、オリジナルモデルじゃなくて、コラボレーションモデルでマッドガンズっていうのがあって、まあ、私それで遠近作ろうかなと思ってたんだけど、気に入ってね、前それ気に入って遠近作ろうかなと思ってたんだけど、もうお客様から問い合わせがあって、うん、なんと茨城県の日立市の方、茨城県の日立市の方がなんかエフェクターの取扱店もう片っ端から問い合わせしたらしいのね。で、私の動画も多分見たんでしょう。で、うちあるよって言ったら、普通はほら地方だから送ってくださいでしょと思ったの、ね、うん、じゃあ振り込んでいただいたら送りますからって形が多いんだけど、いや見に来ますと、実物見たいから、うん、でうちもほらそんな長い間取り置きできないんで、まあ、それを事情を説明してたら、まあ私いなかったんだけど土曜日か日曜日に来たらしいのね、うんうん、それで買ってっていただいたと。ありがとうございます。本当に、ね、ということはね、茨城から、茨城の日立だと交通費だけでね、往復で1万円はかかってると。うわ、ありがたいね。だからあれ、バッドガンツは2万8000円ぐらいするから値引き当然できないんで3万8000円ぐらいになってると思うんだよね、交通費入れたら。それをしてもやっぱり欲しいバッドガンツで、その人は宮川大輔がかけてるダートをかけてきたと。本当好きなんだね。本当に好きな人なんだね。本当に好きな人ね。やっぱりそういうあのエフェクターっていうのは本当好きな方が多くて、まあコアなお客さんがね、ファンがすごく多いだからね、まあその方々に向けてメガネの前田ではね、こういうのありますよっていう常に動画で情報を発信してると、そうなんですね、そっから見つけてもらえるということでね、うん、ありがたい話です、まあ、本当に。特にこの間もね、そのエフェクターのメタル丸いメガネのクリームっていう、うん、それもあの私の動画を見て買いに来てくれたり、うん、その人はどこだっつったっけ、東山とかかな、結構遠くからもね、遠くからね、うん、だからやっぱりね、このインターネットを使うとね、証券が広がるっていうのは本当に、まあ、ちょっとね、最近本当に、うん、あの多くなってきたかなと思いますね、うん、それで一番嬉しかったのはね、うん、まああのなんか荒川区だった、荒川区のなんか女性の方から電話があって、うん、電話、うん、で、あの私の動画を見てね、うん、あの、ま、メガネの前田 TV か動画かなんか分からない、そうだよ、前田 TV だった、そうかな、で、それを見て、私にメガネを選んでいただけるんですかとこれお話があったと。もうね、ご指名、ね、前田社長にメガネ選んでいただけるんですかまあ、こんな私でよければ。でもね、でも実際、まあ、もう前田社長長いことやってるし、当然、そうやって何が、この人にはどう、うん、あったもちろんもちろん、ね、はいはい、そういう、それがなんていうんだっけ、コーディネート、ね、コーディネート、メガネのコーディネートね、もちろ ん, スタッフの清水さんもやるし、うん、みんな、うちはみんな、ね、みんなできますから、社員さんできるんですけども、まあ、そういうね、コーディネートも、まあ、私がね、良ければあの、日時をちゃんと言っていただければ、必ずいるようにしますから、女性限定、いや、そんなことないですよ、大丈夫ですか、大丈夫、もうこんな人でも大丈夫、男かよなんて言わないですね、大丈夫、大丈夫ですね、大丈夫ということでね、大丈夫、ぜひ、もし皆さんの中でね、前田社長に直々にコーディネートしてもらいたいという方は、ぜひぜひ、言っていただければね。うん、なんかちょっと甲斐さん、浅草入ってきたね、ラーメン浅草、ラーメン、ラーメン浅草教えてください。浅草ね、いっぱいありますね、うん、一番のおすすめは来州軒って言って、うん、ものすごい老舗、どういう字、来るに集まるに軒、来るに集まる軒、来州軒、浅草、どこら辺なの、浅草ロックのちょっと西側の、甲斐さんご存知かどうかわかんないです、土壌の飯田屋の割と近くだね、それとはでも来週券で探せばわかるでしょ、出てくる、ね、ただね、営業時間がちょっとね独特なんで、ちょっと調べてからて、まあ、でもそこだけじゃないと浅草いっぱいある、ある、うん、つい最近私も行きたい店何軒もあるし、ほんとできた豚骨の富士ラーメンとか、富士ラーメン、それとかね、佐賀ラーメン緑とか、佐賀ラーメン佐賀のラーメン緑とかね、それとか対馬とか、これ青森の煮干し系ラーメンの対馬とかいっぱいある、浅草も、まあ、浅草だけでね、キーワードこれ出てきますからね、浅草だけでもいっぱいあるね、まああの甲斐さんぜひ、あっさり系によければ鎧屋とかね、鎧屋さんとか、ぜひ確認して、アーカイブで確認してちょっとチェックしてみてくださいね、うん、ありがとうございます。
29回ね、すごいでしょ。もうやっぱり継続ですよ。でここに来てやっぱりね、どんどんお客さんね、とりあえず来てます。原田さん、お客様ありがとうございます。原田さん、いつもどうもありがとうございます。すいません、ありがとうございます。原田さんも原ちゃん TV 始めたんだよね。最初はトラブル続きだったけど、まあやっとこの間から落ち着いてね。この間第2回だった。第3回素晴らしい。ハラちゃん TV っていうのやってますんで、皆さんね、ぜひ、大したもんだよね。高山さんね、ありがとうございます。高山さんもね、ハラちゃん TV にゲスト出たんだっけ。これから出るんだよね。出たんだね。この間出たんじゃなかったね。出たね、西東京のね、みゆき印刷ね、印刷会社頑張っております。皆さん頑張ってるね。ハラちゃん TV 頑張ってね。水越さんの教えを受けてる人ばっかりだよね。まあ、違う、まあ、いやいや、そうですよ。大体そうでしょ。もう原田さんも僕のコンサルを受けて立ち上げたし、高山さんもあの西東京のね、商工会でセミナーさせてもらいましたしね。ありがとうございます。ほら、会社喜んでる。ありがとうございます。ありがとうございます。もっとね、もっと詳しくちゃんと今度ご紹介しますから、ね、言っていただければ、はい、で、そういうことでね、はい、まあいろんなとこから問い合わせも来て、まあ前田社長ね、この動画を見たことによって前田社長に直々にコーディネートね、ちょっと恥ずかしいけどね、なんかね、あのさ、これからそれバンバン全面出していかないと、まあね、まあ、ね、できるんだもんだって。いや、もうそんなほら、あの水越さんみたいにつぶとくないからさ、よく言ってあの、飲みの心臓だから、もう本当に胃は大きいんだけど、ね、胃は大きいんだけど、心臓はちっちゃいんだ。いや、ね、毛は生えてないから、水越さん。いやで、ということで、それでほら、ラフォンが問い合わせあったり、ああ、そうね、でね、ラフォンの問い合わせがあって、今回ね、ちょっと、うん、あのプロデザインデンマークも新型がちょっと入ってきましたね。プロデザインデンマークっていうと、うん、デンマークのね、うん、ちょっとやっぱり色がすごく効いて、まあこれはレディースですけどね、どっちかっていうと、ね、すっきりしてるだけ。プロデザインデンマークっても結構人気あるんですよね。うん、でもね、取り扱い店すごく少ない、ね、少ないの。少ないです。まだまだあの、でもね、でもデンマークのフレームメーカーではリンドバーグっていうのはすごく有名なメーカーなんだけど、それに次ぐメーカーでいろんなバリエーションを持ってて、その値段もそんなに高くないんで、うん、あの結構人気あります。なるほど。うちでもやっぱりこう、なんていうんだろうな、こうシンプルなんだけど色使いがやっぱりこうヨーロピアンっていう、ね、これはやっぱ女性も、まあ、女性だね、これはね、プレゼンデンマーク、うん、まあ女性でしょうね、はい、もうこれチタンだからね、はい。それとね、そうそう、この間ね、正月のほら、正月といえば箱根駅伝が有名じゃないですか。箱根駅伝、あのね、日本テレビの北原さんも言ってますけど、北の青山学院、北原さんの青山学院が、ね、で、ワクワク大作戦、そうだよ、優勝しちゃったじゃん、青山。もうだから北原さんも盛り上がってますよ。すごい。それをね、例に出してワクワク大作戦、あの監督がやってた、ワクワク大作戦っていうのをやって、もうとにかくそれで、あの何年ってスパンの中で、青山すごいよね、急にね、まあアジアもね、出てきた時急だったけどね、青山もすごいよね。それで、いや、それでね、うん、あの解説者、うん、あの元オリンピック代表、私の大学の先輩、瀬古俊彦さんが、うん、眼鏡をかけてたんですよ、うん、多分これオークリーのこのティンカップカーボンの、多分この色、かっこいい、ティンカップカーボン、これね、ちょっとオークリーもいろんなメガネフレーム作ってるんですけど、これはかなりグレードが高くて、うん、ここの腕の部分、テンプルって言うんですけど、この腕はね、カーボン使ってます、うん、真っ直ぐなんだ、うん、カーボン。それで、ここの部分は、前のフロントの部分はチタンを使ってて、すごく軽い、うん、ティンカップカーボンって言うんですけど、軽いね、うん、でね、なんで瀬古さんかけてるのかなと思ってちょっと調べたら、瀬古さん今ね、あの DeNA やっぱ今ほら勢いがあるから、うん、野球の球団だけじゃなくて、陸上部も、もっとほら、だから SB の陸上部を引き継いだんじゃないかな、DeNA ランニングクラブ、DeNA ランニングクラブっていうのがあって、うん、そこの総監督をやってる、瀬古さんが。あ、そうなんだ。で、その瀬古さんが、その DeNA ランニングクラブがオークリーとオフィシャル、契約、提携したの、それで、だと思うんですよ。だね、あのテレビ見ててもね、必ずやっぱ気になるわけですよ、どういうのかけてるかなってあと ね、ドラマなんかでもね、最後にほら、あの協力とか、うん、衣装協力とか、いろいろあるでしょ。だいたいメガネの場合は持ち道具協力ってところに必ず出てくる、メガネの場合はどこの、いやそんなになったらいいけど嬉しいけど ね、ドラマとか映画とか最後ね、それは大変、協力、メガネの前だ、いやそれはいいけどね、でもね、あ、夢語りましょう、夢、それが出ると、あ、ここのメガネかけてるんだって。あ、でもね、ほら氷よりもメーカーが多いの、どっちかというとフレームメーカー、フレームメーカー、フレームメーカーが多いんだけど、でもさ、いいよ、ほらここのメガネの前で例えば撮影が始めね、あ、まあヨガの中だから無理か、いやちょっとヨガの中は無理だな、なんかね、ちょっと夢
協力する、何かでね、例えばほらこれ CD のジャケットのなんかね、なんか使うとかね、なんかやっぱりこう夢語りましょうよ。桑田靖子さんとかにかけてもらおうかな、メガネな。神戸さんからことぶき須垣屋ラーメン、名古屋のね、ありますよ須垣屋ラーメン。俺読み方もわからない。名古屋のうち有名なの。有名よ、須垣屋って言ったらもう、だって神戸さん名古屋だから。あ、そうか、うん、中京圏では神戸さん、私実はね、あの嫁さんが四日市なんですよ、うん、で私前の会社に行った時にもう四日市にずっといたんで、うん、名古屋もしょっちゅう遊びに行ってて、四日市にも須垣屋あるし、うん、安くて美味しいの。あ、美味しいんだ、うん、でね、ラーメンだけじゃなくてソフトクリームとかかき氷とかね、須垣屋って。だから須垣屋はあのあれですよ、カップ麺で東京でも売ってる、うん、東京でも台湾ラーメンもあるし、あ、神戸さん、そうだ、名古屋ね。あそこら辺で駅弁って言うと何？名古屋、うん、名古屋はやっぱ鶏飯かな、うん、鶏ご飯、うん、でも昔から有名。あと最近有名なのはなんか、なんで駅弁の話聞くの？だから前田急に駅弁も得意だからね。いや駅弁はね、小学校4年生からね、放送車も集めてて、だからほら この間も慶応の駅弁大会、慶応百貨店、まあ、日本で一番大きな、2週間で何億売ってたかな、10億ぐらい売ってた。ほんと？で1日の来場1万5000人とか。でそれは小学校4年生から行ってるから、この間第50回だったんだけど、毎回あのほら四日市に出た時は行けなかったからね。でも東京にいるときは大体必ず1月なんで、で小学校4年に行ったときが多分第4回ぐらいだね、それから46年ぐらい経ってる。まあね、こういう話すると止まりませんので、ね、だってそれ振ったから水越さん、うん、別府は鍋さんラーメンがあって、あ、わかんないな別府。でもね別府冷麺って有名だよね。あ、そう、別府冷麺、あの荻窪にお店があったんだけど潰れちゃったかな。別府のラーメン、別府ね、別府冷麺っていうのがあって、あのなんて言うんだろう、冷たいラーメンなんだけど、でもあの温かいのもあります。温かいのも豚骨系の別府ラーメンってあって、でも冷麺がやっぱり多分甲斐さんご存知だと思うけど有名。そうですか、なんかね、うん、メガネの前田 TV の半分ぐらいはラーメンと駅弁の話になってますけどね。もうごめん、他でもいいよ、お酒の話でもいいし、何でもいいんだけど、ちょっと今日はね、皆さんにちょっとお役に立つ ね、 そうですね、情報をね、はい、はい、まずね、ちょっとうちではね、あのオリジナルでね、こういうリーフレットを作っております。オリジナルリーフ、あのメガネはね、やっぱりこう見眼が一番大事なんでね、はいはい、あのどんなにいいメガネでもね、度数が合ってないとね、うん、あの見眼がやっぱり専門店ならではの技術で、うん、まあ、あんとかうんではそんな大した見眼はできるわけない、うん、5分では絶対できない見眼は。だから見眼にすごい前田さんとか時間かけてる。もちろんそれは僕もね、何本も作ってるから分かりますけど、もうたくさん作っていただいてありがとうございます奥様もね、作っていただいて、やっぱりそこに時間かけるっていうことが一つ、いや、もう見眼が一番大事っていうか、専門店は見眼が命です。あ、見眼と、あとこのフィッティングって言って、掛け具合の調整、掛け具合の調整、フィッティングにもいろんな工具も、フィッティングのために使う工具もいろんな種類があってね、あのフィッティングとやっぱりこの見眼というのが本当に大事です、メガネにとっては。でこういうちょっとオリジナルのリーフというのも作ってるんですけ ど、 なるほど、ね、専門店ならではのね、うん、専門店でしかできないということをこうアピールするためにこういうリーフレットを作っております。それと、いらっしゃいませ。すいません、それって、うん、あとね、まあ多分皆さん知らないですね、何、ね、あの、あ、認定眼教師、あのね、メガネはね、結構みんな資格がないと作れないと思ってる人未だに多いと思うんですよ、うん、国家資格みたいな、うん、日本はないの。ないんだ、それがない、うん、まあ、それはちょっと問題発言しちゃいけない、ダメダメダメなんだけど、だけど、あの業界唯一の認定資格がこの認定眼教師。なるほどなるほど。でこれはあの一応なんて言うんだろう、あのメガネのスペシャリストっていう立場で、うん、あの現場経験がどれぐらいあったりとか、眼鏡学校を卒業しているとか、そういういろんな条件があって、うん、それに当てはまる人がこういう認定眼教師をもらえるんだけど、うん、まあ、私一応これは持ってます、うちの清水も持ってます、うんうん、で多分もう当然こうなんて言うんだろう、アルバイトでも雇うような案とか運は絶対持ってない、うんうん、はい、まあね、で本当はこういう国家資格を作りたいんです、うん、日本もね、作ってほしいよね、うん、実はアメリカとか韓国にもある。へえ。それはオプトメトリストって言ってね、ドクター資格なのね。でその資格がないとメガネ屋もできないの、実は。そうなんだ。でその資格がだから、もし日本でもそういう資格ができたら、あのなかなかメガネ屋は開業できない、なるほどね、新規参入難しくなるし、
もっともっと、だからもちろん安くていいものもいいんだけれども、やっぱりちゃんとしたメガネをね、ちゃんと提供するのが専門店のね、やっぱり矜持ですから、うん、でそれはまあ一言だけ言うとね、お医者さんが反対してんだよ日本が、はいはい、ということだよね、まあ、それだけ言いたかったの、はいはい、でこれはこれはね、実はね、あのちょっとメガネのアクセサリーのメーカーのパールさんというところがね、オリジナルで作ってるあのパンフレットなんですけど、うん、メガネのケアにはどういうことが大事か、うん、でこれちょっと私最近このブログで何回にも分けてね、ちょっとあの YouTube で流させてもらったんだけど、うんうんうん、まあちょっと簡単に言いますとね、まずメガネってね、うん、皆さんが思ってるよりもすごく汚れてるんですよ。汚れてる、すごく汚れてる、意外とね、意外と、うん、で私なんか毎日のように超音波洗浄機であの洗うんだけど、ね、必ず汚れが出てくる、うんうんうん、でまずこまめにやっぱり拭いてほしいし、うん、あの定期的にやっぱり洗ってほしい、うんうん、まあメガネ屋さんに来てもらって超音波洗浄機で洗ってもらうの一番なんだけど、うん、まあ、水道水ですすぐだけでも全然違うし、僕はいつもね拭くときは水道水ですすいで、まあ、ティッシュで軽く拭くっていう、ティッシュで水分を取ってから、まあ、いつも今はメガネ拭きで拭いてもらうのが一番いいですね、うん、だからよくそのまんまゴミがついてるのをティッシュでとかやるの、レンズに傷がつく、なんで傷がつくかというと、レンズにゴミがついてるのをそのままキュッと引っ張っちゃう、まあ、ただね、まだね、ティッシュの場合はほら1回使うと捨てちゃうじゃないですか、うん、逆にハンカチなんかの方が良くない、もう常についてるの、もうついてるのでやっぱり言ったら、うん、なおさら傷がついちゃう、それでメガネの服、あ、なんて言うんだっけこれ、トレシーとか、服、あの普通のメガネ拭き、メガネ拭きは拭き、あの洗って何度もね、まあ、あの普通に洗濯してもらえれば何回、うちなんかでも、お客様に必ず差し上げてるこういうのがあるんですけど、これなんかももう洗濯してもらったら何回でも使えます。そう、うん、それであとね、皆さんねあんまり知らないけど、うん、この鼻当て、このこれパッドがありますね、このクリームスパッドってやっぱ肌にね直にねあの接してるんです、すごく特に女性の場合、特に女性の場合お化粧してるからすごく汚れやすい、でもちろん何て言うんでしょう、洗ったら取れるんですけど、まあ、ずっとやっぱり使っていくうちにやっぱり吸収していったり、うん、サビが出てきたりするんで、うん、ここはあの交換がね結構簡単に交換できます、まあ有料になる場合がほとんどなんだけど、でもタンは知れてる、ああ知れてます、知れてます、だから特にねこういうプラス、あのアセテート製のプラスチックのものもそうなんだけど、あのシリコンでできてるものはすごく装着感がいいんだけど汚れを吸収しやすい、なるほど、だ結構ね緑色になっちゃってるんですよ、じゃあそうだからあのもう言っていただければね、そうか、だからそれだけ交換してくださいっていうこともできるのね、できます、できます、それ簡単に、あのまあ丸っきり同じものはないかもしれないけど、まあ代用できるものは大体あるんで、できます、それは、はいはい、ぜひ言っていただければね、それとかね、そうそう、あのかけ外しはね、必ずこの両手で、両手を使ってかけ外しをしてください、うん、皆さんね片手でこうやって取っちゃう、片手でね、片手でこう外すとね、こっち側が引っ張られるんですよ、だからこっち側が開く、右手でこうかけ外すとこっち側が開きやすい、で両手で、ね、左手でするとこっちが開きやすい、で必ず両手でかけ外しをしてほしい、それからメガネを置くときはこういうふうに置かないでほしい、あのこういうふうにね、レンズに傷がつきやすい、はいはい、で特に例えば老眼鏡なんかは凸レンズなんで真ん中が出っ張ってますから、あのその部分だけに傷がつきやすい、まあ、メガネとかこういうふうに置いてもらったり、あとこういうふうに置いてもらったらね、はいはい、こういうふうに置いてもらったら、はいはい、絶対こういうふうに置かないでほしい、そうこういうふうに置かないで、うん、こういうふうにこんな感じで置いてほしいですね、ぜひ、はい、でもメガネケースに入れるのはやっぱ一番安心でしょ、まあまあ、できるだけメガネケースに入れてほしいですね、うん、で僕ポケットなんかに入れていく人いるけど、まあ、メガネ取っちゃありがたいけど傷がついたりとか壊れやすくなるから、うん、必ずメガネ、あ、それからそうそう、あとね高温に必ず注意してほしい、これがね僕もやりました一度、メガネかけたままサウナに入って、あもう一発で出てきた瞬間にビキビキビキ、コーティングがねもう割れちゃう、ちゃいました、うん、表面に亀裂が入っちゃうね、こうあとねドライヤーもダメです、あ、ドライヤー、ドライヤーもやっててもあのダメになる場合あるし、あとねまあ高温じゃないけどヘアスプレー、結構化粧品でもヘアスプレーは男性でも使うでしょ、ヘアスプレーをねついたままそのままにしとくとあの取れなくなっちゃう、うんうん、それはまあレンズ交換しないとダメになっちゃうね、あとねよくあと車の中っていうのは絶対ダメ、なるも高温でしょ、 夏場はねものすごい高温になるから、うん、夏場車の中に入れとくともうすぐレンズダメになる、うんうんうん、表面のコーティングがダメになるんで、うんうん、車の中には絶対置かないでほしいですね、うん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 、でね極端な話だけど真冬の温泉、
真冬の温泉に行った時に、露天風呂とか寒いところね、うん、で宇宙があるじゃないですか、はいはいはい、で露天風呂があるでしょ、はいはい、外気温の差がものすごくある、うんうんうん、あれもダメなの、この中にはいた、あ内風呂から外に出て出たらコーティングがダメになったっていう、うんうん、ただそのように、うんまあ、あのお風呂目用メガネっていうのもあるんでね、うんうん、それ使ってもらうと、もうコーティングもされてないし、あの金属も一切使ってないから、うん、濡れても全然大丈夫だし、うん、そういうものもあるんで、うん、よく温泉に行かれる人なんかは、まあ、禁止の人限定ですけど、でそういう人はね、やっぱりお風呂用メガネメガネというのがあるんでね、あるそれをぜひ使ってほしいなと思います、ね、いくらぐらいなの、お風呂用メガネ、3000円ぐらいかな、まあね、3000円ぐらいかな、あれはもう大体の動画決まってるんでしょ、あのもう本当の卵子のね、まあ、マイナス3コンマからマイナス7コンマぐらいまで、だ水越さんぐらいまではある、あるね、うん、あるんだ、あるある、だから卵子とかは入ってないんだ、はいはいはい、卵子とか入ってないけども十分、まあ、滑りやすいからね、だってほら私とか水越さん外したら見えないから、見えない、お風呂に入っても見えないでしょ、見えない、見えない、でもねやっぱり普通メガネは持ち込んでほしくない、やっぱり、ね、あの、はいはい、ダメになりやすいから、あと、いいなんかいろいろ入ってきてる、ね、あちょっと待ってね、カイさんいろいろね書き込み今日もありがとうございますね、あ亀さん菊池眼鏡知ってますよ、もう名古屋でメガネ屋さんって言ったら菊池眼鏡ですね、あそうなん、レベルが高いです菊池眼鏡さん、専門店ですね、あ妹が度がきついと歩けないと言ってました、度がきつくてってことか、うん、あ、別府冷麺そうですよ、ほら美味しい、美味しいですよね、うん、やっぱりね結構ね、まあ、よくある話なんですけど、うん、あんとかうんで作ってうちでメガネ見るとね、だいたい強めに作ってる場合が多い、そっからが、そっからやっぱりどうしても見えないより見え、見だからその人の、その人の一番視力が出る度数っていうのは完全矯正っていうんだけど、完全矯正なので作っちゃったら余裕がなくなるからものすごく疲れるんですよ、でそっから必ず落とさなきゃダメ、ある程度、なるほどなるほど、その辺の加減をやっぱできるのがあの専門店の見学な、そこが一番の問題、ちょっとねすごい納得するよね、だからねあーんとかうーんで作ったメガネはだいたい過矯正になっちゃってる、うん、強すぎる、あそうなんだ、だから疲れちゃう、あの若い子だからまだあの調節力で補って見えるかもしれないけど、でもそれでも疲れやすい、でお年寄りなんか絶対無理だね、うん、調節力がもう落ちてるお客さん、カイさんがね、うん、あ、温泉旅館の方に教えなきゃ、これ車の中にサングラス入れてみる、あーそこ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 、だからサングラスでもあのコーティングされてないものは大丈夫です、あレンズの表面にコーティングがちゃんとしてあるレンズ、マルチコートとかがされてると危ないね、なるほどね、うん、あとはやっぱり今ほら季節的に曇るじゃないですか、あはいはい、うん、じゃあ今日はそれをね皆さん眼鏡曇りの目、うん、これは実は私もね、もうラーメン食べる時にねコンタクトレンズの時は全然気にしなくてよかったんだけど、さすがにもう今ほら遠近両用かけてラーメン食べるとね、もうお店に入っただけで曇っちゃう場合があるんですよ、うんうん、外が寒くてあとラーメン食べてもう湯気がね、うん、その場合に使ってます、これ一応これが、今一番強力かな、スプレー式の簡易型もあるんですけど、これ一番とりあえず一番強いと思う、なんていうのかな、ノーフォグウルトラ EX、まあ、さっきのねだからパールさんが出してるんですけど、ね、フォグっても霧、そうそう、うん、曇らない、曇りウルトラ、曇らないノーフォグウルトラで、これのねじゃあちょっと使い方をね、うん、ちょっと説明しましょう、うん、ねこれちょっと待って、これカメラ持ってくる、そうよし撮れる、ごめんねみんなさ今揺れてるけど気にしないで、あれこれあれこれじゃない、撮れない、あ、撮れ撮れ、これ入ってるのかな、よいしょ、すいませんね、やったら動いてた、はい、じゃあねこれはですね、うん、レンズの表面にこう一滴でいいんですもん、一滴で、うん、これ一滴でいいんです、うん、こうやって伸ばしてもらう、うん、伸ばしてもらう、うん、それで裏側も一滴です、裏側も一滴です、裏側も一滴、こうやってちょっと伸ばしてもらう、うん、指でね、でちょっと乾燥させる、どのぐらい、
いやもう本当にもうちょっとぐらいで大丈夫。それでね、こんな感じ。一滴ずつ、一滴ずつ。でね、ティッシュがいいんだ本当は。ちょっと待ってね。メガネ拭きで拭いちゃうと逆に取れちゃう。あ、そうなの。で、このティッシュで拭いてもらえる。ティッシュでも拭いちゃっていいわけ、大丈夫、表面があんまり気にならないぐらい。これでもコーティングされてるんだ。そう、あ、だから片方だけやってもよかったな。例えばね、ほら、ここ曇るでしょ、ほら曇る曇る曇るでしょ、ほら、曇らない。ほんとだ、ほら、どう、曇らないでしょ。あ、ほんとだ、全然曇らない、ねね、ただやっぱりこれはラーメン屋に行くとき必ず した方がいいんですけど、超音波洗浄機とかで洗っちゃうと効果取れちゃう、あ、なるほど、ね、それとかトレシーとかのすごくメガネ拭きってこういうものすごい細かい繊維のやつ、こういうもので取っちゃ拭いちゃうと取れちゃうんで、その辺の加減がね難しい。なるほど、ね、でもこれ一番強力だと思いますよ。今日はこれでラーメン食べ行く、大丈夫ということでね、よいしょ、今日はそんなとこかな。今日はね、ちょっとゲストがね、いなくて寂しかったんですけど、とりあえずなんとか、はい、ね、ということでね、そうですね、一滴で伸ばす、乾燥させてティッシュで拭いて、ありがとうございます。そうなんですよ、このテーク剤でね、これ一滴、これどのぐらい持つの？でも毎日やるの？これ、いや、1日、2、3日は持つよ。あ、そう、2日ぐらいは、洗っちゃダメね、洗ったり、メガネ拭きで拭いちゃったりすると取れちゃうんだけど、じゃなければ大丈夫。なるほど、ね、だから逆に言ったらね、ほら、使う前にやってもらって、ならなかったらいいってことね、なるほど、なるほど、はい、ということで、ぜひ、ラーメンだけじゃなくてね、ラーメンだけじゃなくて、ラーメンだけじゃなくて、まあ、冬は本当に電車乗った瞬間に、ね、曇っちゃったりするんでね、うん、そうそうそう、恥ずかしいよね、やっぱりね。でほら、マスクしても曇るじゃないですか、やっぱり曇る、あれ困る、だからこれをやってもらったら、あ、そうかそうか、ね、で、これやる前にまず眼鏡きれいにしておくの、もちろんもちろん、ね、もちろん、さっき言ったように濡らしてね、よく眼鏡きれいにしてからやるってことね。そうですね、はい、よろしくお願いいたします。ということで、今回はこんなもんかな、神戸さんにね、また質問来ましたけど、スガキ屋ラーメン、菊池南京を知ってるなんて本当に名古屋通だねと。ありがとうございます。神戸さんに認められました。私、神戸さん、横井のね、あんかけスパゲティ大好きです。ミラカンが好きですね。あ、そうなんだ、ね、うん。大好き、本当に。東京でも、その横井のソースは売ってるんですけど、麺が売ってないの。横井のあんかけスパゲティは。すごく太いの。スパゲティの麺としては。だから、例えば、名古屋とか四日市に行くことがあると必ず買うね、それぐらい大好き、横井のあんかけスパゲティ何でも聞いて、はい、わかりました。ちょっとさ、清水さん忙しい今、あ、いいよ、ちょっと清水さんからも、やっぱ清水ファンの人がね、やっぱり出てこないとちょっとね、清水スタッフ困ります、ね、はい、最近どう、お問い合わせ、あ、エフター多いですよ、多い、はい、おかげさまで、どういう感じ？まあ、優作もおかげさまですぐ売れてしまいますし、優作はもう今で、優作がこの間売れてしまって、うん、次の入荷が半年待ち、半年ですよ、皆さん、半年待ち、優作っていう予定になってます、はい、それ何、まあ、最近エフェクターで来るのはやっぱり動画見たりして来る人多い、そうですね、非常にそれが増えてきてるんで、うん、はい、うん、ブログ動画、そうですね、うん、はい、で、もう頻繁に、そうですね、頻繁に問い合わせもいただいてるんで、ただやっぱり本当に品薄な商品なんで、そこら辺ちょっと在庫がやっぱりない、で、今お待ちいただいてるお客さんも何人かいらっしゃる状態ですね、ただなかなかちょっと入ってこないんで、あれなの、その例えば遠くからさ、はい、買いに来る人もいるじゃないですか、はい、玉を入れる人もいるんですか、あ、もちろん、はい、うちの方でおどす入れていただく方もいらっしゃいます、それは取りに来るときまた来てもらうの、そうですね、そこがまあ
お客様があのよろしければあの郵送はさせていただくんですけど、まあ、一応度数の問題がありますので、ね、チェックできれば一番それは清水さんのね、はい、本当に剣側もすごいからね はい、もう近一ですよ。なんか水越さん俺と言うのだいぶ大事じゃないよ本当清水スタッフの清水さんは目に惚れたとラーメンの話ばっかり。いやいやいや本当ね、ラーメンと駅弁の話ばっかりですよ。あそうですか。他にもあるんだけど、はい、だから、うん、できたらまあ検査はさせていただければありがたいんですけど、うんうん、まあ遠方の方とかはなかなか大変なんで、ね、うんうん、はい、あのぜひですね、メガネの前田に、検眼ね、まあ、2時間、3時間ぐらい、あの、まあ、1時間、まあ、最低の1時間、1時間やったらお客さん回せなくなっちゃう、1時間、5分で、ね、やるところと比べてよ、あとか、うんとかね、1時間でも、はい、そう、メガネの前田、1時間ぐらいはね、はい、その人のあれによっていろいろ、そうですね、やっぱりシニアほど遠近両用とかの方がもっと難しいんで、ね、やっぱり、うん、ね、うん、若い人はね、それほどの調節もあるから、ただあの一番大事なのはあれだね、今かけてるメガネ必ず持ってほしいよね。それは持っていただければ、はい、それなんで、いやだからそれがお客さんの目にとってどうなのか目安になるでしょ、うん、あとやっぱり急激な度数変化っていうのはその方に必要でも耐えられないんですね。そうそうそう、はい、実際にその見えるメガネとそのかけやすいメガネっていうのがやっぱり違ってくる場合があるんで、いくら単純に検査の中で あれが見えるすごい見やすいって言っても、うん、あの日常生活で動きがあるじゃないですか、うん、動きによってやっぱり揺れ髪っていうものがやっぱりあまり強く急激に変化するとすごい感じてしまうんで、そこら辺のまあ加減がやっぱり、まあ、専門店だよね、かけ心地いいメガネを提供するためには単に本当にくっきりはっきり見えればいいってもんじゃないわけだよね。そうですね、かけられなければ意味はないんで、はい、疲れなくってあのよく見えるメガネが一番いいんだよね。そこだよね、その辺の度合いっていうのがもう経験がないとできないから。なるほどね、ということだね、うん、まあ、清水さんにも、ね、出ていただいたことですし、色男三人衆ね、甲斐さんありがとうございます。前田さんもいいですね、え、あ、もういいですねじゃなくて、あ、前田さんもいいですどういう意味だよ、ということで、ということでね、じゃあ前田さん最後、はい、いや3人とも入ってもらって、じゃあということで最後ね、エンディングいきますけれども、そうですね、じゃあ次回はね、26日でしたね、確かね。次回はね、今月の26日、第4木曜日、26日、その時はゲストは今は言っちゃっていいの？いいですよ。いいの？だってね、告知しといた方がいいじゃないですか。そう、はい、あの水越さんの肝入りで、元 NHK のアナウンサー、はい、関係ゆかりさん、ゆかりさん出ていただけるとおしゃれっていう番組やってね、久米宏さんと一緒にやってた、はい、綺麗な方よ、綺麗な方ですよ、素敵ですよ。今でもね、やっぱりこう話すこうやっぱり日テレ系列の研修とかそういうのね、すごいやられてますけどね、その方に来ていただいて、その方ね、メガネのモデルもされてたんですよ。あ、そうだったね、うん、ちょっと関係さんに似合うよ、メガ持ってくるって言ってたよ。あ、ほんと、うん、ぜひぜひ、うん、でも関係さんに合うメガネを、わかりました、ぜひお二人でセレクトして、ね、大丈夫よ、ええ、いただければと思いますんで、はい、あ、神戸さんね、水越宏、最近いいところでユーストリームコマーシャル映像が入るよってことでね、そうなんですよ、そうなんですよね、10分2回入っちゃうの、うん、30秒入るんですよね。あ、そうなんちゃう、全面にコマーシャルがドーンと、はいはいはい、はい、だからうちがその有料なんかあれにすればいいんでしょ。そうそうそう、まあ月いくらするの？9,800円、高いね、水越さんに出すの、まあ、最後に今日も勉強になりました。ありがとうございます。いつもどうも本当に神様本当にありがとうございます。ありがとうございます。それでは、これをもちまして、はい、自分 TV メガネの前田 TV 第29回、はい、配信終わりたいと思います。はい、どうも今日は26日ね。26日です、はい。お会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございます。